はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけれども、5月の月末にスター・ウォーズ限定セレブが来るんじゃないかという考察をね、していきたいなと思っております。で、サムネにある通りですね、なんかね、コメントの方にですね、元運営と名乗る、お方からですね、リーク情報が来ましたので、ちょっとね、紹介していきたいなと思っております。まずはね、そこの、コメントの方をね、見ていただきたいんですけれども、スクショをね、載せておきます。で、自分はね、もうね、この、コメントは削除させていただいてるんですけど、問題になりそうだったんで、はい。とりあえずスクショだけ撮ってですね、まあ、これを動画にしてですね、まあ、どう思いますかというところも皆さんにちょっと聞きたかったな、っていうのもありまして、まあ、動画にしております。すいません。で、まあ、内容をね、見ていただきたいんですけれども、すみません。プレイアーツ株式会社の、つむつむ運営係の本田というものです、今日の確率アップの件についてなんですが、これは運営会社の罠です。ここでゲームコインを使わせて第2セレクトボックスで、時代ルークを出させないための、罠ですと、皆さん時代ルークつむが欲しい方は、絶対にこの確率アップコインを使わないでください。なぜこんな垂れ込みをするかというと、今回の不況のせいで解雇みたいな、コメントをくれたと、いうことになっております。はい。で、まあこのね、情報、まあ嘘だと思うんですけどね、自分はね。はい。まあこれで、これが嘘だから時代ループが復活しないかっていうと、まあそうではないかと思うんですけども、まずね、なんか不況のせいでっていうんですけど、多分ゲーム会社、ゲーム作ってる会社であれば、多分ね、そこまで影響ないんじゃないかなと。リモートで作れますし、はい、プログラムとかね、デザインとかであれば、できますし、ね。で、まあ、今、そういう、こういう状況なんで、むしろ課金者、ゲームにハマりまくって、すいません、課金者がね、まあ、増えてるんじゃないかなと思うんですけど、はい。まあ、そもそもアナキンスカイウォーカーが出てですね、課金額もだいぶ増えてると思いますけど、特にね、これで、解雇になるっていうことはまずないんじゃないかなと、自分はね、思います。なので、まあ、このね、コメント自体が嘘だと思うんですけども、まあ、ただね、プレイアーツという、まあ、株式会社というものはありまして、ここの会社で、まあ、つむつむを作ってるっていうのは、一応ね、調べたところ本当でした。はい。まあ、気になる方はね、ぜひね、ググってみてください。まあ、そんなことは、さておきということで、まあ、この情報は嘘でしょうということは、まあ、言えるんですけど、自分のね、考え的、考察的な考えですね、やっていきたいと思うんですけど、まあ、自分はね、月末、やっぱりね、セレクト限定ボックス、セレクト限定ボックス、スターウォーズ限定ボックスはね、まあ、来る可能性はね、結構あるんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、それはなぜかっていうところをね、考察していきたいんですけれども、まずね、5月にすでに復活しているツム、まあ、ピックアップガチャにね、ラインナップしているツムがこちらになります。ヨーダ、R2D2、ダース・ベイダー、パルパティン皇帝、K2SO、カイロレン、デストルーパー、レイ、ルークということで、まあ、この9体がね、復活しております。まあ、ここで、ここのツムが、セレボで来るかっていうと、多分厳しいと思うんですけれども、はい。で、これ、ですね、ちょっと待って。復活してないツムをね、見るとですね、こんな感じとなっております。ストームトルーパー、BB8、ジェダイトレーニングレイ、チューバッカ、ハンソロ、ダースモール、ジェダイルーク、C3PO、カイロレン、レイヤ姫という形となっております。もうこれで全10体ね、復活しておりません。はい。で、ここの中のツムがね、セレボに入ってくるんじゃないかなと思うんですけども、まずね、丸に囲っているツム、何なんでしょうかっていうところなんですけれども、はい。まず一つはですね、オープニングの画面ですね。オープニングの画面に映ってるツムは、BB8、ストームトルーパー、ジェダイトレーニングレイ、C3PO、カイロレンというところですね。最高指導者カイロレンですね。まあ、これはね、まあ、ほぼ復活確定かな。ここに乗ってるツムって、確定なんですよね。ここで乗ってるツムで復活しなかったことはないんで、まあ、まず復活するでしょうということですね。
で、あとは、ハンソロに関してはですね、乗ってなかったんですけども、スコチャレの対象の積むとなっておりますので、まあ、これはね、セレボで確定かなというところですね。で、これで、まあ、全6体が、まあ、対象になるんですけれども、これがね、セレボにラインナップしてきます。で、もうピックアップはね、2つ終わってるんで、で、セレボの第1弾はね、もう情報が来ていて、スターウォーズが来ないっていうのが確定してますので、第2弾のセレクトボックスで、まあ、この6体がね、まず確定なんですよ。はい。まあ、ここまでね、スターウォーズずくめっていうことであれば、自分の予想ですよ。6体もう復活するのは、もう9割方確定してます。それであればね、もうスターウォーズ限定セレボをね、開催してくるんじゃないかなと自分は思ってます。はい。まあ、どういう開催をするかっていうとですね、まあ、ジェダイルーク復活すると思いますし、チューバッカも復活する、まあ、ダースモール復活する、レイヤー姫も復活するということで、まあ、ここに乗っている、復活してない、その全10種類とですね、今回、新ツムとして登場しました、マスター・ルーク、ベン・ケノービ、メイス・ウィンド、アナキン・スカイ・ウォーカー、パドメ・アドミダラですね。こちらの全15体をね、対象に、月末スター・ウォーズ限定セレクトボックスがね、開催されるんじゃないかなと、自分は思います。はい。で、15体ラインナップしてくることによってですね、まあ何が起こるかっていうとですね、まあ確率がいつもよりちょっと下がるよっていうところで、まあ割かしね、信憑性っていうともあれだけど、可能性が結構出てくるんじゃないかなと思います。で、15分の1っていうとですね、だいたいね 6.6% ぐらいです。はい。そうするとね、普段の全12種類だと 8.33% なんですけども、まあだいぶ下がってですね、2% ぐらい下がるんですけど、まあその可能性ですよね。そう、下げて、ジェダイルーク復活させて、まあ、ただ、アナキンも入ってきますよというところですね。まあ、カイロレーンはまあ、アナキンに比べたら弱くなってしまってるんで、まあ、おまけになりつつあるんですけど、まあ、それでも強いつもりですけどね。まあ、そんな感じで、全15種類で、おそらく来るんじゃないかな、という自分のね、予想です。考察です。はい。これ、聞くと結構なんか、てかもうさ、もうそもそもなんかこの丸6個あってさ、この 6個が復活するのが9割方復活確定であれば、ね、もうこれここまで半分じゃないですか、全12種類であれば。それであれば、やっぱスターウォーズセレボというのが来るんじゃないかなと、自分はね、思います。はい。で、この全10種類だとちょっと少ないんで、今回の新ツム5体をね、入れることによって、まあ 6.6% になるんですけどね。まあ、新ツム確率アップ兼限定セレボみたいな感じで、登場するのではないかなと、思います。まあ、これでね、もし自分的な要望で言うと、ピックアップのツムも入ってきてくれたら嬉しいかな、個人的には。まあ、特にダース・ベイダーですね。ダース・ベイダーをね、スキルマにしたくてね、今回セレボで復活するんじゃないかと思ったんですけど、参加日も来てなかったんでね。それがね、ピックアップで復活してしまったんで、かなり絶望なんですよね。それがね、すごく残念ではありますね。はい。まあでもね、ジェダイルークはね、復活する可能性はね、あるんで、まあ、これがね、自分が予想している月末のセレクトボックスです。なので、今、アナキン・スカイウォーカー引くべきですかというところは、まあ、この理由でね、月末に残しておいた方がいいですよということですね。まあ、スター・ウォーズ限定セレボが可能性がありますよということですね。あと、時代力の復活の可能性がありますよというところと、まあ、今回逃しても、アナキンの確率アップっていうのは、スター・ウォーズセレボが来なかったとしても、新積む確率アップとして必ず開催されますので、まあ、その点においてもですね、今回の新積む確率アップっていうのは引く価値がないかなと思います。それであればね、まあ、時代ルーク可能性があるんで、まあ、コイン貯めておいてですね、復活したらそっちに使う。復活しなかったらアナキンに使うみたいな流れが、まあ、一番賢い使い方なんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、自分がね、伝えられる、まあ、情報とですね、考察をしていきましたけれども、まあ、皆さんはね、どう思いますでしょうか。はい。特にね、元運営と名乗る者のコメントをね、ぜひね、皆さんで、まあ、ボロクソに言われるんじゃないかなと思うんですけど、はい。よろしくお願いします。はい。で、これでね、動画を終わりたいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。またね、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。毎日ライブやっております。夜9時からやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それでは、バイ。
バイ。